精進料理とは、仏教の会に基づき殺生や煩悩への刺激を避けることを主眼として調理された料理。ここでは、中国において仏教から成立した精進料理と、朝鮮料理や日本料理の和食の一分野である精進料理について紹介する。精進料理では避けるべきと考えられている食材が大きく分けて二つあり、一つは動物性の食材。 もう一つは五君と呼ばれるネギ族などに分類される野菜である。ただし、五君の扱いは時代や地域によって異なる。精進料理は僧侶には必須の食事であり、食事もまた行の一つとして重要視された。その一方で民間でも観光葬祭やお盆等において一般家庭や料理屋でも作られるようになった。料理屋の精進料理は時としては、 仏教の食事に関する概念とは、対照的な美食を目的として調整され、密かに動物性の出汁を使っていることさえある。中国、台湾、香港、マカオ、日本、朝鮮では、精進料理を名物とするレストランや料亭、料理屋が数多く存在し、特に台湾の精進料理は広く浸透している。また、シンガポール、 マレーシアなどにも仏教系の精進料理店が少数、存在する。第一に、動物性の食材は禁忌とされている。仏教の世界では戒律によって、在家の神徒は、誤解で、僧は、シャ味の十戒をはじめとして元から殺生が禁じられており、大乗仏教では、両画業をもとに、僧の肉食も禁止されたため、僧族への供養や伏せとして、野菜や豆類、 穀物を工夫して調理する。インドの初期仏教においては、部派仏教の律による十種肉菌を除いた三種の清子肉であれば食べることができ、釈迦も乳尾の伏せを受けて逮捕したなど、乳製品の摂取も禁止されていなかった。現在でも、タイ、ミャンマー、カンボジア、ラオスといったカミザブ仏教圏においては、僧侶が三種の清子肉を口にすることが認められているため、 菜食を基本とした精進料理は発達していない。これに対して6世紀の中国では仏教に傾倒した両部帝が不摂生を厳格化し僧侶に対して肉食が禁止された。この考えが朝鮮、日本、ベトナムなどの東アジア、東南アジアに伝播し大乗仏教文化圏では菜食料理が発達した。ヒンドゥー教徒やジャイナ教徒にも不摂症として 菜食を習慣とする人がいるが、精進料理は基本的に仏教と関係したものに限られる。なお、卵や乳製品などの扱いも時代や地域によって異なる。ニンニク第2に悟空は禁忌とされることがある。これは煩悩を刺激し、食材の匂いも強いことから避けられる。ただし、山椒、生姜、パクチーを含むこともあるなど時代や地域によって、 精進料理で近畿とされる野菜類の範囲は異なっている。精進料理の特徴は野菜、豆類など植物性の食材を調理して食べることにある。サラダのように一品の料理として野菜を生のまま食べるという概念が中国や日本の食文化に定着するまでは野菜、豆類は基本的に加熱調理する必要があった。これらを使う精進料理は アク抜きや水煮といった時間と手間のかかるした処理を必要とすることが多いのが特徴の一つである。これらの複雑な調理技術や使用する食材に対する概念は多くの料理人や料理研究家に影響を与え料理分野全体の水準向上に貢献してきた。単純な食材を多くの制約がある中で調理するため様々な一時二次加工が施されてきたことも 特徴の一つである。例として、大豆は栄養価が高く、菜食で不足しがちなタンパク質を豊富に持つこともあり、精進料理に積極的に取り入れられたが、生食は困難である。このため、風味を向上させ、長期保存し、食べるものを飽きさせないといった目的も含めて、当地、味噌、醤油、豆乳、湯葉、豆腐、油揚げなどが生み出された。 こうした技術は、精進料理を必要とする人員と宮廷を含むその周辺の人々によって研究、開発され、蓄積されてきた。また、特に中国、台湾、ベトナムに多く見られるものとしては、いわゆるもどき料理と呼ばれるものがある。これは、植物性原料を用いて動物性の料理に似せたものを作ることである。例えば、湯葉を加工して、ホを作ったり、 こんにゃくで、イカやエビを形取ったり、シイタケや他のキノコを用いて、アワビのスープや炒め物に似せるといったものである。ラカンヒトシと呼ばれる野菜の煮物ソガと呼ばれる大豆の加工品の揚げ物香港太平成と呼ばれる道教の祭事の精進料理中国では、精進料理を砂、素食などと呼ぶ。中国の精進料理は、五漢時代の仏教伝来と同時に生まれたわけではなく、 仏教伝来よりも千年以上早い院内より、祭祀、または重大な儀礼に祭祀、神への畏敬の念を払う意味で、目欲をし、一定期間肉食を断つ習慣がもともとあったとされる。また、1日と15日には肉を食べないという風習も、あった。記録に見られるものでは、襲来の儀礼についてまとめた、来期、たもには、後期美食最高とあり、来期、体操期には、 清リも、不食肉、不飲酒、シュラ来、転換調査には、体操即不居、体高即不居という文章がある。これらは、常時の食習慣ではないが、最時期、再会の風習や、意図的に肉類を使わない料理を作ることがあった、事実がわかる。五感の明定時代に伝えられた、インドの仏教では、宅発によって飲み食べ物を得ることを求めていたため、 当時は三種の清肉であれば食べた。また、食事は午前中に限って行うことが求められ、最終的に植物を傷めることになる農耕は禁じられていた。漢に招かれた僧侶も、当初は国王など有力者の支援で、このような戒律に従って食べることができたが、農耕社会である中国で、宅発はなかなか受け入れられず、有力者の支援を得られなくなると、 僧侶たち自らが山野で山菜などの採集をしたり、農耕を始めざるを得なくなった。同時に摂生を戒める立場から、肉を食べることは大常慈悲に反すると考えた。摂生の戒めは中国にあった儒教の人志の考えとも通じるものがあり、広く受け入れられた。同時にこの時代は、採域から新しい野菜や売り類が導入され、生産量が増えたとともに、 石臼が普及し、小麦粉、大豆、植物油などが利用できるようになったため、醤油、トーチなどの加工品を含め、植物性のものだけを食べても必要な栄養や風味を確保できる条件が整った。南北朝時代になると、仏教徒も増え、精進料理も普及してきた。針では、熱心な仏教徒であった武帝松園が、511年に僧侶を集めて作成した。 男子に区分を出し、僧侶に肉食、酒を断つことを指示した結果、菜食が定着した。北魏の顔もが549年までに表した、生民用術にも、素食という項目に精進料理31種が記載されている。東大には、禅宗が信者を増やし、勢力を拡大したが、逆に戒律を守らない層が出るなど、乱れも見られた。このため、百条懐会が、 百条審議を定め、インド仏教の戒律を基礎に、中国の地理、風土に合った、濃厚、勤労を求める戒律を整備した。また、植物でも匂いが強いものは、修行に影響を与えることを嫌い、金君食とした。こうした金君食は、中国独自の宗教である道教にも影響を与え、宗派にもよるが、同様の基準で制限が行われることが主となった。他方で、 チベット仏教の寺院では、金訓食の考えはなく、玉ひずめ類の肉や乳製品を食べるが、馬や鳥や水中生物は食べないなど、独自の禁忌がある。隋代において、摂取をもてなすために作られた、精進料理は、キノコや野菜を煮た、コウと呼ばれるとろみのあるスープが主で、これに茶受けの菓子を添える程度であったが、唐代には徐々に、山菜や野菜に手間をかけて出すようになった。 また、宮廷で皇帝のために豪華なものを作ることもあり、肉食に似せたもどき料理も考案された。宋代には、調理方法や料理の種類もさらに豊富になり、市中に精進料理専門店も現れた。寝台は精進料理の最盛期となり、様々なもどき料理の出来を競うようになった。当時の随縁食谷や月金絵集にも、 素焼きがなどの精進料理が載せられているほか、説放達の素食節略のような専門書も表された。一方で、味を競った結果、動物性の出汁を使う例も生まれた。中華人民共和国成立後、文化大革命などの宗教迫害によって、寺院、道館で豪華な精進料理は作れなくなった時期もあるが、現在は大規模な寺院や道館の多くで、信徒や、 観光客向けの精進料理が供されている。簡単なものでは、キノコそばのような麺類と、まんじゅう程度のすぐに食べられるものから、数日前に予約が必要な、凝った、宴会料理まである。宴会料理が食べられることで著名な寺院、同館の例をいくつか挙げると、古代産、上海の玉仏寺、武漢の木本寺や長春館、アモイの南札寺、香港の宝レンジなどがある。 他に大都市には精進料理専門のレストランがある。中国における精進料理は、教される場所により次の4つに分けることができ、使う素材や調理方法などの内容に違いがある。仏教寺院や道教病館で出されるもの、僧侶同士が作り、自身が日常を食べる質素なものと、専門の料理人が作る、法事、接客用の特別なものがある。 接生をしないこと、金勲食が基本であり、生姜も用いないことが多い。同館では、道教の養生論により、食材や生薬が選ばれる点で違いがあり、仏教素材と分けて考える場合もある。当から、真の宮廷内で出されたもの。専門の料理人が作り、神代には皇帝、皇后などが経験な信者となり、特別に祖局という部門を設置し、 時間素材と同じ基準で作られた時期もある。また、工程によっては、単なる気分転換に食べた場合もある。また、健康維持の薬膳として食べる場合は、栄養、紅葉重視で作られ、庶民が手に入れられない木薬を使うこともあった。いわゆる、素材感、素食どころ、酢飯感、素材感など、市中の精進料理店で出されるもので、料理人が作る。壮大に、 宮廷料理人出身者などにより出現したが、味や見た目を重視するため、手間をかけたり、材料を吟味した料理が多く、素材は、野菜やキノコであっても、肉、魚、エビなどの出汁や、酒、ラードなどの動物性油脂を使うことがよくある。また、鶏卵や、糖虫懐草の使用も行われる。民間の家庭で出されるもの、野菜を煮たり、 炒めただけの簡単で質素なものが多い。仏教、道教の信者が常時食べるものと、季節的健康維持などの理由で短期間限定で食べるものがある。例えば、真の縁形順のクレグンとし花きれいに記述があるように、蘇州などカナンでは、旧暦6月を意味付きとする習慣があった。野菜、キノコ、豆腐、麩、こんにゃくなど、日本と共通する素材のほか。 日本ではあまり使われていないものとして、緑豆、粘樹も、黒具合、忘れ草のつぼみ、夏目などがあり、香辛料では、河北山椒、小植鏡、糖式味などがある。また、出汁は、大豆もやし、人参、広東セロリ、大根、椎茸の石漬を使うもの、椎茸の石漬に少量空豆を加えるもの、大豆もやし、 砂糖きびに少量を夏目と椎茸を加えるもの、白菜の葉、大豆もやし、人参の皮、大根の皮、カント東ンセロリを使うものなどがある。日本の精進料理でよく使う昆布などの海藻、特に出汁用のものは、中国では使用は限られ、風味が異なる。調理法では煮物、蒸し物の他に、揚げ物、炒め物が多用され、さらに揚げてから煮たり、 揚げてからふかすなどの複合した調理法を用いる、場合が多いなどの違いがあるが、不茶料理ではこれらの調理法も取り入れている。ソウルの精進料理店の料理霊寺院の喫茶で、供された油蜜好み誤算を行う周遊の、くもつ松餅朝鮮半島への仏教伝来は4世紀であり、中国では、午後16国時代、南北朝時代にあたるが、 すでに僧侶による農耕や菜食に移行する段階であったため、菜食、素食も仏教とほぼ同時に伝えられたと考えられる。統一白木時代に唐から伝えられた禅宗は金訓食であり、仏教と切り離せない修行の方法の一つとして料理も伝えられた。白木は528年に仏教を国教とし、 翌529年に摂触禁止令を出して、菜食を食べることを求めた。10世紀の高麗時代には、仏教寺院を中心に、喫茶の習慣が広がり、蜘物としての油蜜好みと呼ばれる、ごま油を使った菓子が考案され、明にや味噌の醸造も行われるようになったその後、仏教徒に限って食べられてきたが、1980年代に、精進料理専門店が、 ソウル市内にできて、以来注目されるようになり、伝統文化の見直しと健康志向から近年は、自宅でも精進料理を好んで食べる人が出てきている。朝鮮半島においても、精進料理は教される場所により、寺院、宮廷、市中の料理店、家庭の4つに分けることができる。特に、高麗時代の宮廷においては、道教の養生論や朝鮮人参などの漢訳も取り入れて、 独特の精進料理が考案されたため、中国と異なる風味、手法のものも多く存在する。一方で、中国同様のもどき料理を作る手法は、取り入れられ、改良されて、フェに似せたものなどの独特のものも作られている。現在の韓国の精進料理は、朝鮮料理で多用される唐辛子、シャエゴマなどの食材を取り入れており、チャンアチと呼ばれる醤油漬けなどは、 中国や日本の精進料理とは異なる風味を持つ。調理法ではナムル、コチュジャンアイなどの和え物とおひたしが目立ち。近年は葉野菜を生で食べることがある点は中国や日本と異なる。中国では用いられる頻度の少ない昆布や海苔などの海藻や大豆味噌も日本同様に取り入れている。炒め物もある点は中国と共通する。 天竜寺の客前の精進料理の例、精進料理の、霊涼安寺の湯豆腐の精進料理の例、鎌倉時代以降の禅宗の流入は、特に精進料理の発達に寄与した。平安時代までの日本料理や漁場を用いる反面、味が薄く調理後に調味料を用いて、各自調整するなど、未発達な部分も多かった。それに比べて、禅宗の精進料理は、菜食であるが、 味がしっかりとしており、体を酷使して塩分を欲する武士や庶民にも満足のいく濃度の味付けがなされていた。味噌やすり鉢といった調味料や調理器具、あるいは根菜類の煮しめといった調理技法は日本料理そのものに取り入れられることになった。また、豆腐、氷豆腐、こんにゃく、浜納豆、ひじきといった食材も精進料理の必須材料として持ち込まれたと、 考えられる。調理の心得として、心から喜んで調理する気心や自故より、他人のための老心や冷静に調理の大心を重視している。甘い辛い酸っぱい苦い塩辛いのゴミや生調理にいる、薬揚げる、蒸すのごぽを重視して、赤色の豆、米麦白色、黄色根菜類、緑野菜果物、キノコ海藻の黒色など五色を調理の基本としている。 禅宗のうち相当宗では、海祖の道元禅師が僧に仏教を学びに渡った時、愛久王さんの老天祖との出会いから、料理を含めて、日常の行いそれ自体がすでに仏道の実践であるという弁道修行の本質を知ったことから、料理すること、食事をとることは特に重要視されている。道元が帰国後書いたのが、天祖教訓と、不条犯法で、ここから、 英平寺流の精進料理が生まれたという。英平寺では料理を支度することが重要な修行の一つであり、クラインの責任者である天祖は重役の一員に数えられている。江戸時代には料理屋でも寺院の下請けでしだしたり、仏教活動とは無関係に文人仏閣向けに調整することが多くなっていた。京都大徳寺の精進料理は前社、日だ鉱山の精進料理は 後者の典型的なケースであり、いずれも分離していった、懐石料理の手法を再び取り入れたりして、寺院のそれとはやや異なる風雅なものを生み出している。精進料理はすでに記してきた通り、日本料理にも影響を与えて、成長を促してきた。永平寺式の精進料理は、室町時代から江戸時代前期にかけて普及した本膳料理に通じる。また、 解析料理は精進料理から派生したものである。現在でこそ豪華なものとなっているが、当初は質素で季節の味を盛り込んだものであり、精進料理の精神が生かされたものであった。フチャ料理は中国料理の調理法が日本風にアレンジされながらも伝来し、ケンチン汁、のっぺい汁、くずこを利用した煮物や炒め物、揚げ煮といった料理や調理法が普及した。これら以外としては、 天津の風習がある。これは、室町時代に中国から伝わった風習で、軽食として、まんじゅう、洋館、うどん、そうめんなどが供された。当初は、釘や武士が中心だった。この風習は、やがて庶民にも広がり、現在の昼食につながっていった。野菜を使用する天ぷらは、正地揚げなどとも呼ぶ。寺院仏閣の中には、参拝者を宿坊に止め、 精進料理を提供して、仏門の修行の一端を体験させることをしている。ところも、少なくない。三経三郎が信仰の重要な一部となる、天台宗、真言宗系の寺院に多い。また、宿坊においては、料理と宿泊だけの提供もある。長野県の善光寺には、参拝客を宿泊させる宿坊が数多く存在し、夕食に精進料理を供することが多い。 出される精進料理は本然式の本格的なものから懐石料理風の現代的なタイプのものまで様々である。一方、京都の寺院では特に品格用の精進料理を料理屋に一任したことが多かったため寺院よりも周辺の料理屋に高度な精進料理が存在することが多い。大徳寺や病神寺の周辺には精進料理専門の老舗の料理屋がある。これは フチャ料理でも同様であり、大爆州の総本山である万福寺周辺には、フチャ料理を食べさせる料理屋が多い。フチャ料理には、料理屋で作られる、独自のスタイルを止めて、懐石料理風に仕立てた、限りなく日本料理に近いタイプのものから、長崎の禅寺で作られる原点に近く、時としては、現代の砂を取り入れた中国料理に限りなく近い、ものまで幅広く存在する。 海外からの外国人観光客や日本に滞在する外国人の中にはビーガンやベジタリアンも多いが精進料理や日本では高価な料理であることが多いこと一般の日本料理では肉や魚が使用されていないように見えても出汁に動物性材料を使っていることがあることなどからベジタリアン向けのより気軽に低価格で毎日楽しめる精進料理も生まれてきている しかしこれらは、精進料理という名前こそついてはいるが、仏教的な意味は薄れてしまっている。また近年ではアメリカを中心に、グルテンの摂取を控えるブームがあり、それに対応して譜を使わないなど、グルテンフリーを歌った、精進料理も見られる。天竜寺の精進料理渦は、京都にある臨済州の禅寺、天竜寺の精進料理である。朱塗りの式は、 臨在州天竜寺派において来客をもてなす、際の正式のものである。家僑、家人と呼ばれる中国系の住民が多い、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどにも中国の様式を持つ仏教寺院や道館が少なからずあり、僧侶、同士や神徒は中国の精進料理に準じた料理を日常的にあるいは機械ごとに食べ、 精進料理専門の料理店も少数存在している。ココナッツミルクなど、東アジアの精進料理ではあまり用いない、調味料も加えられる場合がある。大乗仏教圏であるベトナムでは、毎月旧歴の1日と15日に、チャイと呼ばれる精進料理を食べる風習が広く、行われている。ありがとうございます。